こんにちは、ちょめです。今日はこのスカラベキング最新の倒し方っていうのをね、紹介していこうと思います。大体ね、運が良かったらこのマイユとヒューが2人で倒せますんで、ちょっとそのやり方、装備とかスキルとかすごく重要なので、ちょっと長々となっちゃいますけど、いくら経験値が入ったのかも紹介します。2ターンで倒せなくてもアンちゃんのライデインで3ターンでほぼ勝てるやり方です。装備の方を見ていこうと思っております。マイユさんはコンにしました。このアポカリプスとデーモンロッド、スカラベキングね、攻撃力同じぐらいでした。なんか光耐性がちょっとあるからアポカリプスじゃない方がいいのかなと思ったんですけど、これどういう仕組みになってるんですかね。攻撃力はちょっと高いからデモロッドと同じぐらいになってる感じでしょうか。あと頭に関してはこの極獣の帽子装備しました。でこのケープも極獣です。これバイキルトっていうのがあるんですよ、回戦時。これがかなり強いです。巻いては装備しなくていいです。巻いて装備して最高度を切っちゃったら MP が枯渇しちゃいます、マイユさん。あとこのカイマの眼光っていうのが今回かなりポイントですので、なんで私がこのカイマを装備してるかっていうのもスカラベキングの動画を見てもらえればわかります。これかなり変わりますんで、本当に。でこの体下はね、持ち合わせがなかったので、もう交流とか適当に装備してる感じです。マイユさんはこのような感じで、あとヒューザはこの斧と両手剣迷ったんですけど、結果斧にしました。攻撃力も斧の方がね、結構分回しと斧無双を比べたら斧無双の方が結構攻撃力もあって、あとテンションがある時はいいんですが、テンションがない時はメタルキングとか出たら魔人斬りチャンスがあるんですよ。これでヒューザはワランガアックスですね。氷属性攻撃、スカラベキングは氷耐性とかないのでこれを使っております。まあ、普段はデュークアックスとかの方が多分使い勝手はいいと思いますが、スカラベはこのバランガアックスで良かったです。あと先ほどマイユさんのところも紹介した回戦時バイキルト、これかなり強いですよ、本当に。このマイユとヒューザー2人で倒せることが結構ありますからね。あとこのカイマを両方装備してるという体下で、アンルシアちゃんはちょっとね適当なんですよね。今回アンルシアちゃんはライディーン使おうと思って攻撃魔力が高いタイマの帽子にしてますね。あと巻いてにしてます。これ精霊王でもいいんですけど、やっぱりね、アンちゃんはね再行動してもう一回ライディーン打ったりとかしてほしいんですよね。 MP がね枯渇しないんですよ。ヒューザとマイユで結構倒すことがあるので、アンちゃんがここで再行動して MP 使っても全然大丈夫みたいな感じで、この再行動の巻いてを装備して、まあ、ズボンはね適当なんですよね。あとこのカイマですね。で天命の剣と、これも適当ですね。あとラグアスなんで槍を装備してるのかっていう理由もね、ちょっと話そうと思ってます。ラグアスはほとんどねターンが回ってこないです、まあ、最後ねパギムーチョでもう余ったやつを倒すみたいな感じですね。ただねメタルキング、ヒューザの必殺がなくて魔人斬りもアンちゃんの超ハヤブサも外してしまったっていう時に、この槍、聖盾じゃなくてめっちゃいい槍の方がいいと思うんですけど、私もちょっと適当な、これでも器用さとか関係ないですよ。器用さが上がったら多分回心率も上がるんですけど、攻撃力と魅力だけなんで、もう精度の槍とか適当に有り余りのものでいいと思います。頭に関しては本当はタイマのね頭がいいですね。攻撃魔力の方が高いので、まあ、体上も精霊王と迷ったんですけど、まあ、ちょっとね巻いてのフックにしました。これ最高度でメタルキング当たらなかった時にもう一回これを打つみたいな感じで、でこっちもねアクセルギアと迷ったんですよね、メタル、でも最後のバギムーチョ一応一掃したいじゃないですか。確実に一掃できるように魔王のネックレスみたいな、こっちはちょっと攻撃力上げてる、攻撃魔力の幅が大きいみたいな感じで、まあ一応ねこのような装備にしてます。あとちょっとやる前に大切なのが、作戦のバトル設定のこのコマンド設定の特技ですね。アンちゃんは超ハヤブサ斬りを持ってきてて、ヒューザは斧無双、斧無双の下に一応魔人斬りですね。で、マイユはこっち、投げ払いですね。で、あと MP がやばいなと思ったら、これ、氷結乱撃、メタルキングとスカラベ1匹出てきた時にこっちを撃つみたいな感じで、まあ基本これだけでいいですよ。ラグアスはこの、会心の出るやつですね。で、あと呪文の方も、アンちゃんはライディーンを入れてる。まあ、そのぐらいですね。あと、ラグアスはバギムーちゃん。で、あと次にやることが、ルーラーストーンで、
これはねやらなくてもいいんですけど、確実にねめちゃめちゃ経験値普通に稼ぎたいんなら、このバンジージャンプを先にした方がいいので、私はちょっとバンジーをやろうと思っております。スキルパネル一応紹介しましょうか。これまだちょっと私適当もあるんですけど、左上のところあんちゃんはライディーン使うんで、この魔力覚醒とか呪文暴走率を上げておりますね。で左下のねこの虹のやつ、最高度あまりいらないかもしれない、でもメタルキングでヒューザが取り逃した時に超速さを2回打てるっていうメリットはあると思ってこれを入れておりますね。まあ、そのぐらいですね。あとライディーンの威力をねこれレベル5にしてる、それぐらいでいいと思いますね。あとヒューザに関してはこの下の方斧虹入れてます。ここ装備時攻撃力プラス40があるからですね。あとこの上の方に斧無双っていうのがあるんですよね。これも必ずレベル5、これも攻撃力がプラス30だから、この辺をちょっとね5にしましたみたいな感じですね。あとまあ力もなるべくねいっぱい増やすみたいな感じ、金とか。ここ虹が良かったんですけど、虹の数が少ないんでね、力をなるべく上げてる感じです。こちらもちょっとここもね本当金がいいんですけど、皆さん急遽正面のところから金パネル取ってきて、力30とこっち力70まで上げてきました。ない人はね銀とかでしょうがないから持ち合わせみたいな感じでやってもらって、でまゆさんもこの力なるべく上げるようにしてますね。この辺とか攻撃力みたいな感じで、あと一番大事なのがやっぱりこれですよ。この投げ払いさえレベル5になってたらなんとかなりますね。この右下とかはね特に使わないので入れてないんですけどね、他もここにも攻撃力はあります。そんな感じでね力をモリモリにしてちょっと強さを見てみましょうか。このようになってますね。ステータス素早さが眉の方が上です。ラグアスのスキルパネルに関してはこちらの獲得経験値プラス 40% があれば OK です。まあお金とか欲しい人はこっちの獲得ゴールド 70% とか、あとメタルキングチャンスがもしかしたら来るかもしれないので、ここちょっとレベル上げてるみたいな感じです。やりの会心率が 8% しか増えませんけどね、まあ、そのぐらいです。ラグアスはで今ゲルト海峡っていうところにいるんですよ。ここでねバンジージャンプをしていきます。するとたまにテンションアップあります。ちょっとめんどくさい人はここをカットしてもいいかもしれません。まあ、元気玉使っていく前にここやるという、お気に入りとかこれ商人のテント前とかやるとすごく後々便利ですよ。ゴブル砂漠西のところにねスカラベキングがいます。商人のテントからスタートです。場所はこっちの方。あとチョメのステータスっていうか経験値どれからスタートしてるかっていうのもお見せしますので少々お待ちください。ここのスカラベでもいいんですけど、スカラベがいっぱいいるように真ん中のところからスタートしようかなと思ってます。こちらです。上のね経験値を見てもらったら分かりやすいと思います。今439万8581あります。これがいくらになったのかっていうのが大事です。でまず使うものが料理ですね。このクイックケーキなどを食べます。で今回メタル系も一緒に狙っていくので、メタルの香水、これはね福引き引いてたらね入手できるのでこちらを使います。で最後に元気玉です。これでね、どんどんもう当たっていく感じです。まあ、一応ね、二重にもう一回見せておきます。これですね。よし、行きますよ。最初はちょっとカットしないで、やり方見せていこうと思っております。右の仲間のテンションは今適当になっておりますね。できればテンションが上がってる方がいいんですよね。で、みんなで命令する。パンちゃんテンションマックス。で、テンション上がってる何がいいかというと、見てください、攻撃力。眉、眉、1642です。テンションが100の時です。斧無双、テンションが100じゃない時のヒューザーはこんな感じ、1200万5。これもわ、これ A 敵で倒せました。ちょっとこの辺ね A 敵でいいです。最後の1匹残ったやつとか、あとこの大きな甲羅っていうのを処分しておくと、まあ、大体ねあんちゃんまでの3人で倒せます。このやり方だと命令させろになってるんですけど、ちょっと解説して、こんな感じでメタルとかもうねこれねめんどくさかったらもうこんな感じでスカラブキングこうやってやったりです。今回ヒューザーのやつが溜まってるから必殺の3枚おろしが打てると。でもしこれ打てなかったらもう魔人斬りとハヤブサ斬りとかあと一閃突きとかで倒すからちょっと時間かかっちゃうという。
これね、かなりいいですよ、ほんと。この最新スカラベのやつ、私いろいろ考えたんですよ、全体的なやつやって。はい、メタルのかけら。で、両手剣やったりとか、デーモンロッドやったりとか、であと、これもいっぱいいますしね、ここ。これね、命令させろでやってるんですけど、命令させろじゃなかった。あ、これ見てください。テンションがないから、今会心が出ちゃったからちょっと変な感じになった。ヒューザが今100です、テンション。テンション100の時のヒューザ、ほら、1800なんぼ。すごいでしょ、これ。まぁ、ちょっとバイキルトとかも乗ってたら威力上がるんで、ちょっとバイキルトのかかってるかどうか見てなかったんですけど、マーユとヒューザー、どっちかバイキルトかかったりとか、テンションがかかってたりとかしたら、マーユと、あ、今ヒューザーバイキルトかかってますね。これ今テンション100じゃないんだけど、1044、これ覚えてくる。で、今バイキルとかかかっててテンションが100、もうこれですよ、早いでしょすごく。これだけで4万6千なんぼ。もうほとんどラガースはターンが回ってこない。最後のバギムーチョで処理するとか、お一戦月とか、まあ、MP 回復、あの成績したい人はこんな感じかな。これちょっとモーションがかかっちゃうし、弱いからもう普通に鍵払いだけでいいと思います。あと1匹残ったスカラベは超早ぶさでアンちゃんが倒すから、この特技の超早ぶさの分もこんな風に入れているという。皆さんのおかげです。でこれね、15分に1回ね、戻るのが大事なんですよね。結構メタルな香水って今出るようになってますよ。あとロード時間も早い。だから1回15分後に戻ってこっちに来るっていう時間ぐらいです。ちょっといろんなパターンがあるんですよね、これ。今バイキルトが入ってない100、これ1582582まで上がりました。でバイキルトがかかってない普通のやつ811まで下がりましたよ、このテンションが100じゃないと。でこれ倒したらほら半分ぐらいまでヒューザー上がるんですよ、テンション。だから次もまた会心とか3枚おろしとか使えるんですよ、ね、だから今のターンにメタルキングとか来たら魔人斬りみたいな感じですね。はぐれメタル3匹とか今来たらちょっと時間ロスになっちゃうから、その辺はちょっと運もあるんですけどね。テンション100だから1660。いや、次からヒューザーは今ちょっと威力は低いけど、これ倒したら多分テンションが100になると。で次ヒューザーとマユで一気に倒せるという、こういうね、好循環みたいな感じの。だからカイマのやつは本当大事なんですよね、グラコスのやつ、このレベル上げにも。だから装備しておいた方がいいです。不意をついたとか、これがちょっと邪魔なんですけど、ね、もしょうがないですよね。まあ、ゆうさん今回はテンションがないから、ちょっと1588。なんで1588なのかというと、まあ、ゆうさん見てください。今回はバイキルトがかかってます。バイキルトがかかってるから、これは最後はエペチで調整、この調整とか。なんかこの極重の装備のバイキルト効果もすごく強いという。テンションが100じゃなくてもバイキルトがかかってたら、1580ぐらい出せるから、極重のケープにしましょうみたいな感じですね。あとメタルキングが出てきたらいろいろ解説ができるんですけどね、あのちょっとカットしましょうか、同じことの繰り返しなんで。でバイキルドが入ってテンション100の場合はここまで上がると。いい経験になったぜ。お、メタルキング出てきました。これまあメタルキングこれやってもいいけど、配信ほぼ出ないのでやらない方がいいですね。ユーザーの必殺3枚おろし、右やってた方が良かったですね。ちょっと動画の撮り方失敗しちゃった。覚悟。で超早ぶさ切り。まあ、これちょっとかかっちゃうな。まあ、メタルキングもこんな感じにサクサク倒せ。もう一回取ります、メタルキング。多分出てくると思うんで、メタルのかけら。まあ、ゆうさんちょっと失敗しちゃった。氷結メタルキングにしなくていいですよ。おぉ、タグリが出たわ。メタルも結構、うわやばい、ちょっと今失敗しちゃった。あの必殺が消えちゃったんですよ、こういう時に。これですこれ、イエーイ。そんな感じでね、やっつけられてる。でマイルさんどうせ氷結当たんないと思うからね、もうこっちの方でスカラベを倒す役になりますね。ちょっと時間かかっちゃいますよ。あ、これでもう必殺が溜まってる、あの2匹倒したんでね。こんな感じにね、ヒューザのテンションがね、ないときはね、変に時間がかかっちゃうっていうところもありますが、まあ、冷静に対処すれば大丈夫です。ラグアス初めてターン回ってきました、今。残り16分。あと MP の数見てください。一回戻りますね。15分ちょっと過ぎたら、14ぐらいになったら戻ります。そしたら結構 MP ちょうどいいんですよね。さ
すがにね、操作エディングとか入れたらね、非効率になっちゃうから、これ結構理想ですね。あんちゃんのところの、ラグハウス回ってきた、こんな感じの時もあるんですよね。マユとヒューザーがテンションがあまりなくて、ちょっと威力が足りない時、この時にラグアスのこのバギムーチョっていうのが役に立ちますんで。あとチョメがレベルアップする時はちょっと時間かかっちゃうという。いや、よかった、いろいろ見せれて。だからあと2分ほど戦います。メタルキングも出てきてくれたら嬉しいんですよ。ちょっとこの辺はちょっともう一回カット、一気に上がるな。おい、合成だな、さっきのはぐれメタルのせいやろ。これヒューザとマイユで2ターンで倒すとですね、テンション100になってるか、しかもバイキもかかってるマイユさん。相手にもならねえな。バランスよく来てくれたらいいんですけどね。これ多分ピラミッドと同じぐらいか、もしくはちょっと早いぐらいですね。メタルキングの数にもよりますけどね。ちゃんとこの MP 管理、まあ、ユーさんのやつもちゃんと覚えておかないといけない。あと残り2回使えるぐらいで戻るみたいな感じ。あと A ピチ、この辺ライディン打たなくて A ピチとか、そういう対処とかもする。あと何分だろう。私何回もやってるけど、この、だいたいね、14までマユさんの MP 持つんですよね、ギリギリ。この辺もね、こうやって、スカラビキングこうやって、ちょっとね、MP 節約とかももちろんしてもいいですよ。3枚おろしか。4ほど節約できるんで。ただ攻撃力がちょっと弱い。この後、アンちゃんのハヤブサで勝てるんで、ね。世界のためにあと2、3回は戦えると思いますね。はい、メタルのかけら。もう14過ぎたら戻ってもいいと思うんですけどね。あと2、3匹と倒そう。ほんとギリギリですね、マイちゃん。開始時点ですごい。同じ繰り返しですけど。気持ちいいですよね、これ。あとね、必殺を基本的に使わないんですよ。これ見たらわかると思うけど、メタルの時以外は必殺技を使わないので、あの Y でスキップするっていうモーションを節約できる。なんかほら待ってる、だからこの特技で技ですぐ出せるっていうのもすごく、これを使って Y を押すのがメタルキングぐらいですからね。もうギガデインとかも打たなくて、アンちゃんはこのライディン、こっちの方が速いですから、モーションもなくて、テクオーラが焦ればにもちょっと避けてきて、また一つ強くなれましたね。じゃちょっと戻るとこも見せたい。コントローラーの音うるさかったらもうごめんなさいね。もうちょっと私はギリギリを攻めるんで、あと1回戦います。24なら足りるんで、これが終わったら戻るんです。あとあと足りなくなったら嫌なんで、はい、このうるさ、おう、すごい、みんなテンション上がって、テンションが100の時って攻撃力が違うっていうのを分かってる人は、まあ、みんな分かってるか。よし、13分になった。これでお気に入り登録をちゃんとしておくことですね。お気に入りの一番は崖っぷち村ですけどね。あそこは転職もできるんですよね、すごく。でこれでもうすぐ宿屋泊まって、あとはまあ以下略で繰り返しです。また向かって同じことをします。もうすぐこっち走ってですね。じゃあちょっとメタルキングが出たりとか、なんか見せどころがあったらもう一回見せてみたいな感じにしましょうかね。あとチョメの経験値今半分でどのぐらいかっていうか、半分っていうかもう10、20ちょっと経っちゃったんですけど、こんな感じです。今結構もらえてると思います。皆様残り2分になりました。最後の追い詰め動画を撮っていこうと思います。追い詰めじゃない、追い込み動画か。あと、まゆさんの MP 見てください。残り60になっちゃいました。少ないです。みたいに残ってるから、ライディング。慣れればほんと簡単です、こんな感じに。何回も皆様同じやつを見せているかもしれませんけど。まあ、武器とスキルパネルの攻撃力とか、そういうのがなんか重要みたいな。おお、出てきたけど、はぐれメタルか。メタルキングが1回しか出てないんですよね。もうちょっと節約するか。MP。ヒューザーは大丈夫、オッケー。3枚おろし打てるときはいいんですけどね、打てないときはちょっと時間かかっちゃうんですよね、このハグルメタル3匹とかは。あとはまあ、アンちゃんの超早くされたわ。倒せなくてもラグアスバギムーチョとか打てば OK です。99,923とか。
はぐれメタルがね、いっぱい出てきたらこんな感じにいい経験値をたくさんもらえるんですけど、特にメタルキングが出てきてくれたらすごく、おー出てきてくれた、ありがとう。最後の最後、お疲れ様です。ディフューザが、あ、今回切れた、これ切れた時にこの魔人斬りが役に立つと。外れたらアンちゃんの超早草を打つで、最後ラグアフ槍も構えてるという、これですね。まあ、今回はちょっとスカラベダンドでめっちゃ倒す、いい実況が取れた。強くなれましたね。これ9万500何本もらえますからね。3枚おろしが折れない、あの打てない時、斧がめちゃめちゃ役に立つんですよね。何重にもなんかラグアスに槍持たしたりとか、アンちゃん超早草とか、あとネックなのがやっぱりマユさんの MP ですよね。ギリギリ持つと思うんですけどね、ほんと最後の最後なくなっちゃう可能性もあるから、このあたりをちょっとね考えないといけない。食事効果、さあギリギリまでやりますよ。これラストかな。だから先ほど前半の時にギリギリまでね粘ってたんですよね、 MP が。この無双2ターンで倒せるときは本当気持ちいいですよね。左下が消えた瞬間にしよう。あと1分目、まかあと1匹ぐらい当たれると思うんですけど、いけ、テンション切れてるから攻撃力が低い、テンション低い、今回は魔力覚醒が入ってるから1500までダメージが出ると。負けられないわ。アンちゃんの魔力覚醒とか、まあ、特にいらない。あ、ここで終わりましたね。じゃあちょっと見せましょう、先にこれです。7827877です。あとわずかですって言うけど、もう戦闘中に切れちゃったから、一応右上の表示もちょっと見せておきましょうね。施設効果が終わりましたとかちゃんとやってますよみたいな感じで、不正はしてませんので。これメニュー出してる時って多分右上表示されないんですよね。じゃあちょっと戻ってね、一回カットします。どんだけ入手できたのかっていうのとおさらい会です。皆様、結果が出ました。4398581から始めたんですよ。引いてみるとなんと3429296です。340万超えです。メタルキングが2匹出てきました。もっと出てきたら、もしかしたら350万超えとかあったかもしれませんね。あと道具の討伐依頼、なんか1個この橋の依頼書っていうのを落としましたよね。こういうのも落とします。黄金の飾り槍、まあ、いらないんですけど落としましたね。あとちゃんとね、甲羅の整理もちゃんと行く前にやっておかないといけない。大きなロコじゃない、甲羅か、こちらをねちゃんとね捨てておかないとグダグダになるということですね。あとマユさんのね MP が本当にギリギリ。今回主人公入れなかったのは、主人公って職が変わるじゃないですか。だから主人公なくてもレベルは上げれるメンバーっていうのをちょっと選んだみたいな感じになっております。以上でよろしいでございましょうか。まあ、運に作用されるけど300万経験値以上はもう確定だと思ってください。ただ私武器とか攻撃力がちょっと高いっていうのもありますけど、あと装備も良かったっていうのも。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。なんかコメントしてくれた人もありがとうございます。前回そのおかげでちょっとこっちも検証してみようかなと思った次第です。では失礼します。